ベルサイユのばら、オスカルやエメラルダスの声としても人気で、女優としても多くの舞台、映画、ドラマに出演し活躍されている田島玲子さん。2020年4月からスタートの小田裕二さん主演のドラマ、スーツスーツに、出演されますが、どんな経歴、独身、結婚、夫について、若い頃、昔、今現在、認知症、という検索ワードについてなど、気になったので調べてみました。田島玲子さんのプロフィール。名前、田島玲子。出身地、神奈川県横須賀市。生年月日、1949年2月17日。年齢、71歳、執筆時。身長、164センチメートル。血液型、B 型。出身校、日本大学芸術学部演劇学科卒業。職業、女優、声優、ナレーター。所属、アルファエージェンシー。経歴、日本大学芸術学部演劇学科卒業。大学在学中に劇団雲の研究生として、俳優活動をスタート。劇団欅、劇団スバルを経て移行フリーで活躍。多くの舞台に出演します。現在は、アルファエージェンシーに所属。1971年より始まった、書き下ろし童話朗読番組として語り継がれている、お話こんにちは、NHK でデビュー。1973年、NHK 大河ドラマ、国取物語に出演し、以降のテレビ、映画の分野で活躍されます。映画代表作に、人間の約束、吉田喜重監督、があります。映画、人間の約束は、1986年公開、吉田喜重監督が三國連太郎さんを主演に迎えて老人問題を真摯に追求した作品です。2003年から、テレビ朝日土曜ワイド劇場、おかしなデカシリーズ、主演伊藤史郎さん、畑美智子さんの人気シリーズでは、三浦由紀子役で出演、横浜のおばさま、として、濃いキャラを演じ人気に。シリーズにたびたび登場します。声優、1977年からは、アメリカの SF ドラマ、史上最強の美女バイオニックジニーの主役、リンゼイ・ワグナー演じるジニーを吹き替え以来、声優としても活動。バイオニックジニーが人気となり、バイオニックジニーの日本版エンディングテーマとして使用された、ジニーの愛という歌を吹き込んでおり、シングルレコードも発売されました。アニメ、ベルサイユのばら、ノースカル・フランソワ・ドジャルジや、松本零士作品のエメラルダスなど、強い女性のキャラクターが代表作です。エメラルダスとは、松本零士さんの漫画に登場する主要キャラクターの一人。2009年の NHK 金曜ドラマ、派遣のオスカル、少女漫画に愛を込めて、においても、劇中でオスカルの声を担当しています。ドラマ、派遣のオスカルは、少女漫画ファンの派遣社員のカツコ、田中玲奈さんは、理不尽な会社に振り回されますが、ある日心の中に、民衆のために立ち上がるオスカルの声が聞こえ、心にオスカルが宿った瞬間、カツコは、というストーリー。オスカルの声を田島さんが演じ、話題となりました。1984年から1985年にかけて、萩本欽一プロデュース、日曜9時は遊び座です、日本テレビ系でバラエティ番組初出演。コメディからシリアスな役柄まで、歯切れよくかつしなやかに演じ、舞台、映画、テレビドラマ、バラエティ、声の出演にと幅広く活躍されています。お話こんにちは、田島玲子さんは、1971年より始まった、書き下ろし童話朗読番組として語り継がれている、お話こんにちは、NHK でデビューします。お話こんにちは、は、お母さんと一緒のコーナーの一つです。お母さんと一緒は、1959年から続く長寿番組です。お話こんにちは、は、1967年から始まって、初代お話のお姉さんは、吉行和子さん。二代目、神保智子さん、1971年から、三代目として、田島玲子さんが語り部となります。田島玲子さんは、1973年3月まで務めます。
毎週金曜日、15分間の1話完結で語られるお話は、別役ミノルさんをはじめとした作家たちが番組のために書き下ろした作品です。お話の内容とともに特徴的だったのが、田島玲子さんのお話のスタイルでした。幼児番組というと、今も昔もカメラに向かって話しかけるのが定番です。しかし田島さんはほとんどカメラの方を見ず、淡々と読み続けます。幼児番組というとカメラに向かって、お話の時間だよ、というのが定番だったのが、それをやめましょう、と始まったプロジェクトだったそうです。番組は幼児だけでなく、中学生や高校生にも人気でした。ファンレターは中学、高校、大学の男子が多かったのだとか。次ページ、田島玲子さんは独身、結婚、夫や子供は認知症という検索ワードとは。新ドラマについて、結婚、夫、子供は。田島玲子さんは、結婚されているのか、旦那様やお子さんはいるのかなど調べてみましたが、結婚しているという情報は見つかりませんでした。検索でも、独身と多く検索されているようなので、もしかしたら結婚はしていなくて独身なのかもしれません。認知症とは、田島玲子さんは、認知症と検索されています。調べてみましたが、そういった事実、情報は見つかりませんでした。2017年2月に、青と×デラックスに出演した際、田島さんが、何でもうろ覚えで周りが困惑していると紹介されたことが、認知症と検索される要因なのかもしれません。番組では、田島さんが、何でもうろ覚えで周りが困っている女優、として紹介され、例えば、ゴーストバスターズのシガニー・ウィーバー役を演じたことを全く覚えていない、長谷川博己さんに、過去に、共演している、と言われたが、私じゃない、と言い続け、確認したら共演していた、といったいろいろ忘れてしまっているといったエピソードが披露されました。フジテレビドラマ、デートを恋とはどんなものかしら。ちなみに、田島さんは、アンさんと長谷川博己さん主演のフジテレビドラマ、デートを恋とはどんなものかしら、で、主人公、アンズのおば、父、松重の妹、役として出演しており、長谷川博己さんとしっかり共演しています。他にも、田島さんのマネージャーさんからは、NHK の番組の顔合わせの時、田島さんが自身のマネージャーと思い、別のマネージャーにずっと話しかけていた、といったエピソードもあったそうです。田島さんはそれを聞いて、格好が似ていたから、と言ったそうです。こういった天然エピソードを受けて、認知症、と思われてしまったということでしょうか。キャレットキャレット。もう一つの説としては、田島玲子さんは過去に映画、話す犬を、話す。テレビ招待型認知症を患う母親役を演じたことがあり、その演技について関心を持たれた、ということなのかもしれません。話す犬を、話す、より。現在は、新ドラマは ?2020 年4月からスタートの、織田裕二さん主演のフジテレビドラマ、スーツスーツ、2018年放送の続編、スーツスーツ2では、鈴木博己の祖母、鈴木優衣、役を続投します。同ドラマは、全米メガヒットドラマ、スーツのシーズン2を原作に、負け知らずの敏腕弁護士、甲斐翔吾役を織田裕二さんが、経歴詐称の天才青年、鈴木大輔役を中島裕翔さんが前作に引き続き演じます。人気のリーガルドラマの続編に前作からのファンも期待を大きくして待っていますが、どんなドラマや演技が見られるのか、楽しみです。以上、田島玲子さんについて、でした。